桜大戦実況の暴走暴走大暴走の第4話暴走暴走大暴走のそのパート2でございます。そのパート2でございます。でもこのその2ってやり方なんかよくねえかなと最近思ってましてですね、なんかね、動画の次にうまいことつながっていかない。第4話のその2にならない。バカ野郎、おがみ、おめえがついていながら今度の邪魔は一体何だ。あちゃ、おがみはん、えらく絞られとるみたいや。活動写真を一つぶっ潰したんだ。無理もないぜ。ちょっと静かにしていただけません？これでは何も聞こえませんわ。4社4用。申し訳ありません。自分の監督不行き届きでした。一歩間違えば大惨事になっていたところよ。すでに大惨事だよ。よく考えなさい。アイリス悪くないもん。明らかに悪い。アイリス、自分のしたこと分かっているの？こんな子供をな。アイリス悪いことしてないもん。まあな、誕生日になんかこんなかな。あなたの力はむやみに使ったら危険なことになるの。まあマリアも姉ちゃんもそうきつく言わねえで。言わねえで。となるとお肌に悪いぜ。そうはいきません。アイリスにはそれなりの処分が必要かと思います。マリアきつい。これは自分の責任です。今度のことは全て自分の責任です。処罰なら自分が受けます。少尉、あなたがそうやって甘やかすからこんなことになるんです。まあちょっとカッコつけすぎた。今のは良くない。しかし、アイリス子供じゃないもん。今の選択で大間違いか。あ、もう待てアイリス。待てアイリス。なんや、誰がこっちに走ってくるで。危ないぞ。キャーキャーみんな紙になっとるよ。なもん3人組はほっとくわな。当然だ。アイリス待ってくれ。大神さん、大神さん、さくらくんじゃないか。これは入れてくれないね。これは入れてくれないね。コンコン。いや、アイリス悪くないの。困ったな。これでお話を聞いてもらえない。ほうほう、頼もしいじゃないの。誰が好き好んであなたみたいな頭の中まで筋肉になりたいなんて思うんですか。アイリスが憧れているのは大人の女性の魅力ですのよ。つまりこの私のような女性ですわね。コーラには何もない。じゃあコーラに頼むわ。この二人じゃラチがあかん。それやったらこの中華4000年の飛躍を飲めばたちまち大人になれるでいい。騙されとる。まあ待ち、この薬には使い方があるんや。出ないと全く効果が出んのや。これを飲むときはな、楽しい気持ちで心を広く持たなあかんのや。そうや、だからな、今のアイリスには渡せんな。高い薬が無駄になってしまうわ。よっしゃ、うまくいったで。とりあえずは笑わすこっちゃ。笑う角には服着たる。笑いが基本の感情やで。感情の基本やで。どないしたんや、アイリス。はい、笑ってみ。コーラ、嘘ついてる。嘘つき、コーラの嘘つき、嘘つき、嘘つき。あ、アイリス。ちょい待ちや。暴力は反対やで。ん？何ですの？コーランのこの特殊絵であることからやっぱりコーランを生かすで正解だったようですね。あかん、アイリス人の心が読めるで。うちの心を見抜かれてしもうた。もうた。マジかよ。さすがの私でも手こずりそうですよね。
仕方ね、あたいたちもさ、その、もう一度声をかける。心根で行くしかない。あ、なんじゃい、なんじゃい。あやめさん。はあ、どうしたらアイリスに話を聞いてもらうんでしょうか。難しい質問ね。コーランたちはアイリスのことを子供として見てるの。でもマリアは逆に大人として接しようとしているわ。大神君はどう思う？どちらも正しくないと思う。こういう時はあえて第三者の意見を言っていく。はいはい、早めさん、とりあえずめんどくさいから、うい、5分しか経ってない。ゲームを再開。正確には6分しか経ってない。なんかさくら君と話したいわ。まともな人がさくら君しかいない。アニメ、夢か。アイリスの見た夢か。半分グリシーヌじゃなかった。おっと、未来の話をしてしまった。おっと、未来の話をしてしまいました。朝になってまたアイリス前に、100回ぐらい行ったら。俺だよ。俺。デートのやり直しをしよう。今度の日曜日空いてるかい？デートのやり直しをしよう。いや、え、これでダメか。だってアイリスお兄ちゃんと出かけても腕も組めないし、アイリスが子供だから楽しくなさそうなんだもん。楽しくないってことはないよ、子供なりに。嘘じゃないよアイリス。だったらキスして。あ、今飛ばしたせいで口が動かんかった。キスしてほしい。二人が夢に。どうしたアイリス。お兄ちゃん、嘘ついたの。え？愛してなんかいない。キスしたらとも思ってない。そんなことは、いや、見透かされたか、今のあの選択肢選ぶまでの間がそれを物語っちまったか。歌っとる場合じゃなかった。頭の中でブルーハーツか、あれブルーハーツか、クロマニオン使わせた。キスしてほしいって曲、子供だと思ってるよ。しょうがないだろ、子供なんだから。嘘つき。アイリス言ってしまったか。なんだ、さくら君、これは一体。後部に乗って外に出てしまった。なんだって。ああ、大変なことになる。急ごう。モンスターを飼ってやる。もはや敵だろ、これ。長官、アリスは一体どこへ。なんちゅう力や。もう半分敵だろ。どうした突然。クロノスカイです。浅草にクロノスカイの魔装騎兵が出現したとの情報です。なんですって。畜生、なんだってこんな時に。よし、アイリスを保護しつつクロノスカイも叩く。たまたまが重なったね。出動だ。待って、大神君。なんじゃい、あんたは一体何じゃい。キスするときにちょっとあれだろ、こっちがあんまりその本当に本気じゃなかったってことだろ。でもそれはしょうがないよ、子供なんだから。知らん、アイリスにいいとこなんてあったっけ。ちょっと待てよ。
なんだろう無邪気なところとかが。はい。あ、はい。あ、はい。はいはい。お前に言われんでも分かっとる。これはもうね、このあやめさんの受け寄りになるから、それはダメだと思うんだ。そこまで言っちゃいかんと思う。これは悪い大人ですね。アイリスを必ず救出するぞ。これで好感度上がるか、みんなの。あれ、さくらくんの、あ、上がった上がった。あれ、さくらくんの、戦闘パントまで含めちゃうかな、せっかくだし。今回はあのマレッシャだな。マレッシャ発射、飛ばしません。ゴーライゴーだ、確か。違ったっけ、違ったかな。マレッシャゴーライゴー。あんな貧弱な連結部分で大丈夫か。では90度上に上がって地下に向かって落ちていく。この帝劇の地下はもうすごい、帝都の地下はすごい深さまでなんか開発されてるような。どんな科学技術なんだ。みんな普通の、ういアイリスのご機嫌斜めっぷり。まあ8分じゃ終わらんだろうな。まあ行ってみるか、ちゃちゃっと終わるかもしれんし。長くなったところでね、戦闘パートなんて見る人いないっしょ。だからあの次回戦闘パートからってなるとね、見たいと思う人もなかなかいないかもしれんから、そこは配慮していこう。パート、その第4話、暴走大暴走のその2の付属みたいな感じで。おお、おお、素晴らしきかな。オンキリキリバサラウンバッタ、オンキリキリバサラウンバッタ。はい。みんな基本なんかこの、あれだね、ズゴックみたいな形だね。ズゴックじゃない、ハイゴッグみたいな感じ。ポケ戦みたいな。お、えい、白銀の羅刹、何やつ。アイリスちゃん、お利口ね、お利口さんね。さあこちらへ出して、よしよし、いい子だからこっちおいで。捕まえた、おとなしくしなさい、もう逃げられへんで。ほら、いい子にするんだ。みんな嘘つきだ。敵だろこいつ。アイリスを救出するのは先だ、敵の撃破じゃない、危険すぎます。だがこのままではアイリスも町の人々もただでは済まない、やるしかない。これが男気、あとはみんなに任した。あれ、さくらくんついてくんの、大丈夫大丈夫。小獣とさくらくん大丈夫。小獣ととは言わんな、なんてやいん、制裁フル女房的な。なんか二階堂じゃわかんない。猫の泉の話の猫の泉みたいだな。あの動物のお医者さんのね、なんか猫の泉、猫が湧き出る泉みたいな回があるんで、その時の猫の、もういいや、もういい。説得に行こう、説得という名の攻撃をしていこう。違った、防御、止まりなさい。
このさくらくんには別に何も、これはね、さくらくんが危ない。さくらくんは子供扱いもしてないし、大人扱いもしてないな。何も考えてないな。あやめさん、どうすればいいんですかね。俺は、ひたすら追いかけるしかないでしょうね。さくらくん邪魔じゃない？大丈夫？邪魔してない？挟み込む。ほう。挟み込めはしないよ、正直。挟み込むな。先読みするならこの辺か。二人で挟み込む。うおっと、その動きは予想外。これでよし、挟み込んだ。どうだ、今ハッチを開けます。アイリス、叱る、あえて叱る。ここはいい加減にするんだ。周りを見てみるんだ。みんなテートを守るために必死になって戦ってるんだぞ。子供でいいじゃないか、子供でいいじゃないか。俺は今のアイリスが好きだよ。それに大人になってしまうと、どんなに戻りたくても子供に戻ることはできないわ。さくらくんの言う通りだよ。それに君は俺たちの大切な仲間じゃないか。これでいいのか、いいのか、子供扱いのままで。お兄ちゃん、このロリコンを逮捕しろ。捕まえ、牢に閉じ込めておけ。まあ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 、さくらくんあたりは今のは嫉妬ポイントが上がらないでしょう。頑張りはアイリス。いや多いな、これぐらいの人数になってくると多いな。敵の幹部は雷門でええんか、あれ雷門っていうんかな、この字がさ、本当